東京都が洪水や高潮などが起きた場合の被害想定を世帯ごとにまとめた水害リスク診断書を作成し、リスクが高い世帯に今月末から配送を始めると明らかにしました。全国で初めての取り組みです。水害リスク診断書は、近くの川の氾濫や高潮が起きた場合の浸水の深さや継続期間の想定を世帯ごとにまとめたものです。 対象は、海抜ゼロメートル地帯を含む江東区や墨田区など5つの区にある水害リスクが高い世帯、およそ48万世帯です。この診断書をもとに、自宅の外に避難するか、自宅に留まるかなど推奨される避難行動が確認できるほか、在宅避難をする場合に備えて備蓄すべきものも掲載されています。 東京都は、今月末かからら配送を始めると明らかにしましまた。都は、世帯ごとに浸水のリスクを数値化して知らせる取り組みは全国で初めてだとしていて小池知事はきょうの定例会見で改めて水害への備えを呼びかけました。 水害って本当にあのいつ何が起こるかわからない我が家はどうなのかということをですねあのまさに自分事として捉えてそのために備えてくださいということで。